さあね、フルコンプリートして、タイトルに戻ってきました。さあでは行きましょう。秘密のボード、ね、自分のデータ、秘密のモードね。ゲーム中に隠された様々な秘密を解き明かし、すべてのモードを開きましょう。まずね、3つ解放、残りをクリアしたら確か5つ目が出るので、とりあえず12個。シークレットファイルはね、右下が5200、その下が5500だったかな。隠し扉ね、5段で明かされる。俺5段 DL 版なんだけど、どこでわかるんだろうね。ね、一応パッケージ版もある。この取説に書いてんのかな。まあまあ、終了時にはちょっと確認しとこうと思います。それじゃあね、とりあえず5200だったんで、はい、ここ声、この謎、私はエルシャ、さっき君を追いかけた時、すべての謎が解けたよ。魔人の正体もそうですか。では説明しましょう。なんでこんな中途半端なボイスチェックなんだろう。なぜ私があなたの正体に気づいたのかをね。僕だってやればできるんだ。もうすぐ世界は終わるんだ。中二病かな。ユラは魔女なんかじゃない。それは違うよ。僕も、あ、これは最後のセリフだね。僕も一緒に連れて行ってください。僕は先生の弟子になります。こんな謎、イチコロです。私は今日から教授の助手として。え、ちょっとデムスさん、いくらご主人様のためとはいえ、教授はデムスさんって誰だっけ。あなたなんかに負けませんよ。さあ始めようじゃないか、エルシャール・レイトン。私の名はデスコール・レイトン。なぜ君が私に勝てないのか、その理由は宿題にしておこう。これ勝ったよね。私は厄災の魔女。私はユラ、魔人の笛を吹けば。わかりました、レイトンさん。そうだから、ラグー氏は何度も会いに来た。それはわからん。人は見かけによらんからな。宝珠さん、ひぃ、いい運動になったぜ。いってらっしゃいませ、教授。深夜、霧の中に巨人が現れて町を破壊していく。私は町長として。はん、どう見てもこれが魔人だよ。おい、話が違うじゃねえか。俺を信じろって。姉ちゃんの悪口を言うやつなんか許せなかったんだ。お嬢様はお前たちのようなものそんな声まで変わってさ、帰ってくれ。なんでこんな中途半端な数だけ聞けるんだろうか。私にはそれがわからない。ムービー、あ、結構こうやって見るとムービーあるね。じゃあ最強のレミでも見とく。2ページ目もあるな。うわー、待て、一発やったか。いい運動になったぜ。お久しぶりです、グロスキー警部。グロスキー警部、そんなに強くないのかな。レミか。2ページ目もある。このラストら辺とか、ちゃんと全部ね、いけそうな感じ。レミが強いとこもう一個あったよね。あったあった。これか。レミのアクションをチェック。ん？なんだ？キャー、逃げろ。教授、ここは私に任せてください。任せておけ。これのこの BGM がレビの BGM かな。ボクサーか。
こいつはもうちょっと頑張れよ。ケツ軽く蹴られただけで、これだったらあのタイキックを食らった田中の方がまだ頑張ってるじゃねえか。君は一体。ちょっと格闘とか自信あるんです。私の味が武道とかやってて鍛えられました。それはすごい。田中アウト。それにしてもこれはジェイクスの仕業でしょうか。これが24時間以内に命を落とすって意味なのね。こうやってアランバード氏も。結局アランバード氏は一応事故だったんだよね。まだ断定はできない、うん、一応なんで深夜に崖に行ったんだよ私にはそれがわからない。レミのミュージックあんのかな。レミ曲、レミ曲、レミレミ。さっきのドゥンチャン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 ってやつ、これかレミディは全然関係なかったね。レミのバトルミュージックですよ。レイトンのテーマみたいに、レミのテーマってなかったっけ。デスコールのテーマはあるのに。これがオープニング。これいつものやつ。レミテーマナッシング。さあ、ではね、謎に行きましょう。レイトンからの挑戦状。新たなる道を開拓した者の部屋。まずはここから。とりあえずね、詰まったらどんどん回っていこう。どっち向き。まずは一つ目。この問題に挑戦してもらおう。なかなかだね。50か。私にはお気に入りのカフェであるね。次のバス停で降り、一直線の道を北西に。十字路を右。十字路を右。突き当たりを左。道の右側、ケーキの店に運んだ向かいにある。うん。ちょっと何言ってんのか分かんないです。一つずつ、一つずつ。ね。一応ね、今73枚残ってて、一応全部使うと1、2、3、プラス2で5枚。で、あと15問。75。ということは、ほぼ全部のヒントを聞いても大丈夫だね。どっか一個だけスペシャルヒントが聞けない状況かな。私にはお気に入りのカフェがある、ね、次のバス停で降りて、まず一直線の道を北西に進んだ、うん、こうやって合わせていけってことね。まず北西、ということは十字路を、右に曲がった、右に曲がった、これ1、右。その次の十字路をさらに右、突き当たりを左、1個戻った。ここ進むと、道の右側にある。左に行って右に曲がって、さらに右に曲がって左に曲がって、その右側にある向かいだから左、つまり左ね。もう次は左、左、店の前の道が左側に来る席に座った。正直、ちょっと何言ってんのか分かんねえ。まあ、使いますか。図に書いていこう。書いた。北西に進んで右に曲がると北東になる。で、南東になる。ここまでは大丈夫かな。うん、OK ね。突き当たりで左に曲がった時に北東に戻った。
その右側の向かいの店だから左側なのだ。つまりこの店は南西から北東に伸びる道の左側に立っているんだから、道が左側に来るとどちらを向く？道が左側、南西から北東に伸びる道、南西から北東に座って左側に来る、だからこうだろうと。あれ、どっちから来たんだっけ。この謎、私が解いてみせよう。うん、まあヒント全部使うのはやめようか。もうちょっと考えてからにしよう。つまり、こんな感じになるわけだと。まず北西に向かって、そうね、俺もこんなんを頭では思い浮かべてたんだけど、正直頭だけだと無理ね。左上に歩いて、右に歩いて、さらに右に歩いて、そこから左に戻って、右手がケーキの逆に登って、で来た道を、こうやって言われるとね、もし君が人に道をしているときはもっと分かりやすく教えようね。お前言うだよ、お前言う。どっち向き？お見事、お、さすがだね。緊急停止スイッチだ。回だった。70あったね、これ。あー、あったあったあった。おう、どういうルールになってんだこれ。終わったわ。いろいろ試している状況で勝手にクリアしちゃった。そういうこともあるのか。全ての謎に答えがある。正解、ね、内部ではこのようにつながっていたのだ。それすら分かんなかったね。適当にポチポチしてたらクリアしちゃったんで。お見事、さすがだね。なるほど、分からん。この問題に挑戦してもらおう。80。出た。中央の宝石の位置はそのままで、金の飾り、最終的にどうすればいいんだ。なるほどね。実は簡単な可能性ある、これ。割と普通に動くから。ほら、もう一個出たし。実はこれ簡単じゃね？だったらいいんだけどな。実は簡単な可能性はある。簡単とは言っていない。ガンタンク、カンタンクみたいな。さあ、やり直そう。さあ、結局あの真ん中だけでいいんだよね。他はどうでもいいんだよね。とりあえずこれをこうぶち込むことで、だいぶ自由に動かせるような。こうかな、一旦こいつをここにぶち込むことで他がだいぶ楽になる。でこれ左右逆だからね、これ逆をどうにか持ってこないとね。
動かねえ。でこれを左にして、これやっぱ左にするとこれが抜けないんだよね。で抜くためにこうやってあげると、ね、これ逆抜きになっちゃうんで、それも辛いとこだよね。20点まず、右側にある正方形は右下の端に寄せておこう。うん、知ってる。それは分かってる。お。やっぱ左右逆だね。エルベス X だっけ、エルベス。左をどうにか入れない、変えないといけない。おー、いけるんじゃないこれ。ほら、おいおい、よし、いけそういけそう。これはいけそうだ。お前が邪魔だ。お、よし、行ったろこれ。はあ、よかった、今回簡単だった。動かない、動かないよ。うわー、いけねえ。よし、よかった、今回簡単だった。この謎、私が解いてみせよう。これが謎解きの醍醐味だよ。これが謎解きの醍醐味だよ。お見事、美しいブローチの完成だ。苦労した甲斐があったね。あんまり苦労しなかった、よかった。さあ一つ目、コンプリート。まあこれぐらいのね、悩みだったらむしろぬるいぐらいだね。